小西洋之君。先ほど総務省が準備するといった答弁を求めます。吉田博史総務省情報流通行政局長。先ほどございました、9月に向けた承継に向け、承継に向けました、省内での、検討状況につきましてお答え申し上げます。まず、担当の課長、当時の衛星放送課の課長に、確認いたしましたが、覚えていないが、普通に考えれば16日以前に中止について担当から聞いていたのではないかと考えられるとのことでございました。また、その担当の方に確認しましたところ、スキームの変更、16日発表した中止につきまして、記憶にはないけれども、そのような情報提供があれば、速やかに報告したのではないかとのことでございました。小西洋之君。東北新社の木田氏が総務課長をですね、相談していることを、総務省の中では係長レベルで処理し、しかもそういうスキーム変更について担当者が記憶にない、これ、総務省は真実を隠してるんじゃないですか。吉田博史総務省情報流通行政局長。当時の担当に確認したところ、今申し上げたようなことだったということでございます。報告を受けた内容を誠実にご答弁申し上げております。森